皆さんはじめまして、私は京都にあります京都グローリーチャーチの牧師吉田アンナと申します。今日はメシアニック銃の女性たち、その方たちから見た新約聖書におけるところの異邦人の女性というお話、また女性のセミナーと題して聖書のお話をお聞きしましたので、それに関してのレポートを分かち合いたいと思っております。11月7日に当教会京都グローリーチャーチのチャペルでこのセミナーは行われました。お話の内容といたしましては、ヨセフ・シュラム先生の奥様であるマーシャさんがどのようにしてユダヤ人でイエス様を信じたヨセフ・シュラム先生との結婚の馴れ初め、エルサレムでひどい迫害の中を通ってこられた、そのようなお話をお聞きしました。またもう一人は女性のスタッフであるハナさんというロシアから帰還されました女性の素晴らしい、メッセージですね。このマタイの福音書、もう新約聖書の鉄条網と言われているところですけれども、ユダヤ人の女性の観点から本当に深く語ってくださいました。マーシャ夫人がその迫害のお話をしてくださった時に、生まれてすぐの赤ちゃんがまだ家にいるという時に、同じユダヤ人の紳士の方が家に訪ねてこられて、ドアを開けたら嫌がらせでネズミを家の中に入れられたり、また子供たちが大きくなっていく段階で、同じユダヤ人から道で歩いていたら子供たちが嫌がらせを受けたり、お前はユダヤ人でありながらイエスを信じているのかというような誹謗中傷された悲しい時がありました。そのお話をしてて、悲しくて思い出して涙を浮かべるということが全くなかったんです。本当にあの頃はこんなことがありましたけれども、神様の恵みの中でこんな風に乗り越えましたという喜びに満ちたと言いましょうか、輝きに満ちた笑顔でお明かししてくださって、私は本当に感動しました。また花さんという方はマタイの一章に出てくる異邦人の女性、タマルとかラハブとかルツとかバテシュバのことはウリアの妻というふうに出てきてますが、そのような女性に関してのお話もしてくださいました。彼女たちは俗に言う貧困法制ではないのですが、リスクを冒して命を懸けてイスラエルの神に対してなすべきことをなしていますという話を伺いました。その女性たちとは対照に、マリアはユダヤ人であったということ、そして唯一彼女は乙女マリアとして出てきていますというお話でした。とても感銘を受けました。参加してくださった方が夜行バスに乗って来られた方もおられたり、また船でこちらに来られたり、遠方の方から来てくださる方がたくさんおられました。そしてもう全く私たちとは教団教派全く別で、本当にこう一つになった状況だったんです。その時にエペソの2章の15節に書いてあります、隔ての壁もうそれらのものを全部イエス・キリストによって打ち壊されて、新しい一人の人を作り上げるんだというのを痛感しました。全てその男性女性もう教職者信徒全く関係ない、神に言われた者たち、これは神の御心だから共に集まって祈りましょうという人たちが手を組んでと言いましょうか、一つところに集まって神の御心だけを祈っていきたい、そのような祈り会が持てたらいいなというふうに強く思いました。またそして定期的に集まってイスラエルのために祈りたいという思いで燃えている人たち、また神から言われている人たちと共に祈っていきたいなと思わされました。以上、京都から
吉田アンナがレポートいたしました。